毎回行きます。もう一杯行きます。左、右、口、左、右ね。やるからにはまずは優勝っていうことでやっていくんで、はい、そこですね。去年以上の数字を残せるように、はい、結果にこだわってやりたいと思います。今までやったことないので、まあ、周りの力借りながらチームを一つにまとめれるようにやりたいと思います、ね、やっぱチームと一緒に僕自身も成長していけるように、はい、1年間やりたいと思います。絶対に6位以内入りますということを祈願しました。若い選手が増えてですね、また新たな挑戦ということで向上心を持って6位以内目指していきたいと思います。